はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、まあちょっと前にやった、うちの OL の話はクソつまらんっていうね、そういう動画をやったんですけど、それが意外と好評でしたので、それのパート2ということでですね、うちの OL の話はクソつまらないパート2でございます。はい、なので一応もう今日お風呂入ったんですけど、着てないワイシャツと、使ってないネクタイを引っ張り出してきて、一応それっぽくしました。はいね、それっぽいかな下はパンツなんだけどね。はいね、そうなんですよ、パート1で話したんですけど、まあ、全国の OL の方々がね、みんなつまんないって言ってるわけじゃなくて、たまたま僕が今働いてる職場の OL の会話がね、ちょっと絶望的にちょっと逆線が低くて、なかなかちょっと辛いんですよね。はい。それをパート1で話したんですね。もうだいぶね、つまんないんですよ。最近もね、ちょっと前もなんかね、いやーなんか私午前中マウスクリックしすぎて腱鞘炎になっちゃうみたいな、みんな他の人もやばーとか言って、ならないよいやいやいや、ならないのは知ってるけど、ギャグとしては弱すぎるでしょっていうね。腱鞘炎になる、何それ、ギャグかそれっていう、お前の手の腱は冷や麦かっていうね。大丈夫、太い太い、大丈夫、丈夫よっつって、いやこれだもんな、本当に逆線低いな。これが連日ですから、僕なかなか結構ね、もう冷や汗止まんないんですよ。もうつまんなすぎて、もう拭っても拭ってももう拭いきれないぐらい冷や汗ね。で、もうこれいかんなっていうことで、ね、まさに今日なんですけど、僕ちょっと動いたんですよね。はい、一応まあもう司会者歴長いんで、はい、もう名司会者としてもう10年以上、まあ15年以上、まあもう20年ぐらいですね、活躍してますんで、はい、これはもう僕が動かないといけないなっていうことで、いつもはね、昼ご飯食べた後すぐ僕寝ちゃうんですけど、デスクでね、今日ね、もうちょっと寝ないで話しかけたんですよ。はい、その僕の真後ろでいつも盛り上がってる、その会話がちょっとつまらない OL の2人組に話しかけたんですよね。まあ昼間の時間以外僕結構その子たちと話すんだけど、まあ昼間は僕いつもさっきも言ったけど寝てるんで、あんまり昼間は喋らないんですね。だけどもういかんと思って今日は満を持して昼間話しかけたね。で、今日片っぽ寝てたんですよ。そのいつも話を盛り上げる側の、何の話をしても振りの時点で爆笑してしまうっていう、ちょっと癖の強い、聞き役の方の女の子が寝てて、今日は話をいつも話題を提供する側のね、女の子しか起きてなかったんで、まあその子でいいやということで、食った後に、まあ お互いね、食べ終わったら確認して、俺さ、まあ将来、近い将来、副業でタピオカ屋でもやろうかなって思ってんだけど、タピオカとか好きって、なんかちょっと参考にしたいからさ、タピオカとか飲むって聞いたんですよね。まあ女子のね、中ではやっぱりタピオカって一度や二度はね、口にしたことあるはずですから、はい、あ。まあタピオカの話だったらベタだけども、何かしら広がるだろうってことで、まあそこから行ったんですよね。まあちょっとタピオカの話でほぐしていこうってことで。はい、あ。で、そうしたら、いや私あんまりちょっと甘いのとかあれなんで、あんまりタピオカ好きじゃないですかね、みたいな。はあ、あ、そうなんだ、つって。でも1回や2回飲んだことあるでしょ、つって。あ、でもありますよ、みたいな。何飲んだなんて話をしてたら、急にその、寝てた、まあ、机に突っ伏して寝てた、まあ、その話のいつもの聞き役の子が急にむくって起きたんですよ。そう。で、あ、なんかね、便所でも行くんかなと思ってたら、急にむくりと起きて、なんかそのスクリーンセーバーの状態になってるパソコンをじーっと見つめてるんですよね。はい。で、なんか手の目、なんか、なんていうんですかね、なんか巾着っていうのかな、なんか巾着みたいなのをくるくる回して、なんか手遊びしてるんですよ。はい。あれこれもしかして話参加したいんちゃうっていう、はい、もう間違いないですよね。急にだって寝てたら寝てりゃいいだけじゃないですか、別に何もすることないんだったら。なのに急にむくっと起きてパソコン眺めて巾着くるくる回してるんですよね。あ、話参加したいんだとね。うん、私タピオカのエピソードだったら持ってるよみたいな
そんなオーラ出してるんですよ。タピオカの話だったら乗れますぜみたいな。あ、そうなんだなと。お前タピオカのエピソード持ってるんだなと。信じていいんだな。そのエピソードは面白いんだな、ジョー太郎っていうことで、まあ、僕も信じて話を振ったんですよ。おはようございますってね。何々さんもタピオカとか好きですか？今タピオカの話ちょっとしてたんですけど、タピオカとか飲みます？タピオカ好きですか？いやー、タピオカあんま好きじゃないっすね。じゃあなんで起きたんだよっていうね。なんで起きたの？なんで起きたのっていう。寝とけばいいじゃんっていうね。めっちゃ話入りたそうに急に起きて、なんか話しかけて、私タピオカのエピソードだったら持ってるみたいな、だから話打ったのに、いやちょっとタピオカとかあんま好きじゃないっす、苦手っすねね。じゃあ寝とけよっていう、うん、黙ってさ、豚だーと思ったね、うん、やっぱり持ってたエピソードは豚だったーって思ったっすよ、うん、あのディーラーの少年じゃないですけどね、あのダービーのところ、はあ、ジョジョね、びっくりしたよ俺。絶対持ってると思ったもん、あのタイミングで起きて、あの手持ち無沙汰感、なんか話しかけて話しかけてみたいな、巾着回し、はあ、巾着回したら大体話しかけてっていうサインじゃないですか。読み違えたことなかったんですけどね、俺今まであんまり。いやー、もう持ったなって思ったっすよね。トレガーじゃないけど、こいつ毒を持ったなって、蛇でしたね、はあ、はい、見かけによらず蛇でした。正直それぐらいじゃ僕めげませんから、はい、ね、クックックと、はあ、そのタピオカの話にはすでに僕のハイエロファントを仕掛けておいたのさ、ジョー太郎つってね、タピオカの話なんていくらでも変化させられるんじゃないですか。流行り廃りとかのね話なんていくらでも、まあもう変化させられますから。あ、そうなんだ、タピオカじゃあ苦手なんだ。じゃあ、あれ、なんか好きなものとかないのつって。結構ほら、流行り物とかさ、絶対女子って何かしらはね、かじってるじゃんって。なんかそういうので好きなものなかったって聞いたら、あ、スタバですかね。私スタバ好きなんですよって言うんですよ。お、来たよ。来たよ、来たよって。だって僕、スタバの神ですから、はい。知ってました？知ってました？僕、スタバの神なんですよ。勝手に言うと怒られそうだけど。まあ、スタバ好きなんですよ。もうスタバの話は僕の得意分野ですから、もう地球が3回転半する間ずっと話してられるんじゃないかなってぐらい僕、無尽蔵ですよ。スタバの話に関しては。はい。来たねと。かかったねトラップに。ね。あ、スタバ好きなんだ。もう俺、スタバ超好きでさ、もうスタバの話だったら多分俺もう語り明かせるよって。スタバの何が好きなの？よく何飲むの？って聞いたんですよ。はい。そしたら、なんかね、スタバの好きとかよくわかんな、あんまり好きとかないですね。なんか行くんですけど、何飲んでもすぐ飽きちゃって、全部残しちゃうんですよね。絶妙に拾いづらい。ね。絶妙に拾いづらいね。絶妙に拾いづらくて、絶妙に広げにくい。むちゃくちゃ絶妙なパス返してきたよ、こいつと思って。いつも残しちゃうんすよね、って言われたってね。もうこいつプロだと思って。もうプロくつ、プロの司会者潰しだって思ったよ、その時に。こんななんか私スタバ好きだって言っときながら、なんか何が好きなのって聞いたら、いやなんか好きとか特にないんすよね、何飲んでも飽きて残しちゃうんすよねって。いやもう尻滅裂すぎて、うわ思い出した、そうだこいつら全員サイケデリックだったんだと思って、もうゾッとしたよね俺。だけどねここで引き下がる俺じゃないっすよね。もう俺ら政治家の前やヤクザモンの前で笑い取ってきたんだ俺の人生は。なあ、こんなな、どこの馬の骨かもわかんねえ。流れ物の OL なんぞ、ね。流れ物の OL の小娘なんぞに負けてたまるかっていうことで、あ、残しちゃうんかーいってね。すかさず突っ込みましたよ。はい。残しちゃうんかーいって、好きなのに残しちゃうんかい、それ好きなんかいつって。で、なんかちょっと、場が温まったところで、じゃあそれ好きじゃないじゃん、じゃあ残しちゃうんじゃ好きじゃないじゃん、なんか他にさ、ほら女子高生の時代とかあったでしょ、まるまるさんもつってね。女子高生の時とか絶対待って、ほら飲むじゃん、でほらインスタ映えとか言ってね、
流行りもさ、インスタに上げたりとかするでしょって、なんかしらあったでしょ、なんかしら、ほら思い出して思い出してっつったら、あ、ポップコーンとか流行ってませんでしたって言うんですよ。そのいつも聞き手の子がね、お、乗ってきた乗ってきたと思って、ポップコーン流行ってましたねっつって、流行ってました、流行ってました。僕その頃ちょうど渋谷原宿あたりで働いてて、あの行列いっつも見てたんですよ。あ、やっぱあれ並ぶほど美味しいんだって聞いたんですよね。ねえ、そしたら、食べたことないんでわからないですね。はい、壊れた、はい、スカウター壊れたね。はい、お前の戦闘力高すぎて旧式のスカウターぶっ壊れたね。なんで食べろ本当に、うん、食べてからお前エピソード持ってこいよ。うん、いやいや、もういいんだよ、会話は思いつきで話したっていいからね、いいんだけども、何かしら食べろっていう、うん、なんだお前スタバは残すし、タピオカは嫌いだし、お前ポップコーンの話振っといてポップコーン食ったことねって、お前食べろっていう、うん、せめて一つぐらいかじってて欲しかったね。うん、食べたことないんだ、そうなんだ、並んでたもんね、並んでたもんねってね。俺もしつこいですよ、はい、元スカウト版ですからしつこいですよ。109の中まで追っかけてきますからね。そう、そうなんだ、食べたことないんだ、いや俺もね、ないんだよね、並んでるの見てただけでも満足しちゃったんだよねつって、まあ一応話をちょっとのらりくらり続けて、あのさ、あの、なんか食べたのでないつって、ちょっと俺もほら、副業でなんかちょっとちょろっとやろうと思ってて、自分のもんね、持ってる土地でなんかやれば、ほら、別にさ、大して儲かんなくてもいいんだって。とにかく何か食べてた、参考が欲しいだけだから、何か食べてたのちょうだいよつって、何かあるでしょつって。なんかあるかな、流行り物か、どうだったっけな。あ、ほらほら、台湾カステラとか流行ってなかった、台湾カステラ。流行ってたよね、なんか流行ってたよね、最近って言ったんです、俺がね。うん、そしたら、そうかな、流行ってたかな、流行らせろ、嘘でもいいからっていうね。嘘でもいいから、この会話の中だけは流行らせとけよっちゅう。流行ってなかったって言ったら、あ、流行ってましたなんていいんだよ。うん、嘘でいいんだよ。会話なんてもう、そんな大したさ、ね、本当に大したもうたわいもない会話なんだからさ、そうかなじゃなくて、あー、なんか流行ってたかもぐらい、イエーっていうね。もう、ねえ、もう今日お前すぐ台湾カステラ買いに行けって思ったよ。本当に。もう、流行ってたんだよって。俺だってよく見たもん、嫁さんとよく台湾カステラ見たもの流行ってましたって。ちょっと待って、本当に女子やってる君たちっつって。やってました、女子です。今だって女子です、なんて言ってね。じゃあなんかほら流行り物とかあったでしょうよってね。でそこら辺で僕ちょっともう休憩時間の終わりが迫ってたんで、もうこの会話終わりでいいなと思って、ごめんなさい、負けました。はい。もうこいつらをちょっと転がすのはめんどくせえ、疲れるし、もういいやと思って、はい、多分ここの2人と話してても多分視聴率取れないんで、もうこれこの番組降板させていただきます、すいません、おいとまさせていただきますってことで、もう流行ってたよ、ほんと女子やってたらもうつって、僕パソコンの方にもう振り向いちゃったんですよね。体をよじって話してたんですけど、パソコンの方を見て、もうはい、話終了っていうオーラ出したんですよ。はい。でね、そうか、難しいななんて言って、ちょっと独り言チックに言って、まあ、はい、もう会話終わりですよ、あなたたちとの会話終わりです、もうあとはあなたたちね、もうナチュラルサイケデリック、ナチュラルサイコパス OL ね、 OL 軍団で頑張って話してください、僕もう知りません、もうはいはい、さじ投げっつって、話しかけないでねーっていうオーラを完全にもう誰が考えても分かりやすくやったのに、たい焼きとか流行ってませんでしたとか言って、なんで今まで全部俺の話潰しといて、俺が話しかけんのオーラ出したらたい焼きの話振ってくんのと思って、こいつらなかなか、こいつらなかなか意地悪いよと思って、でいつも話振り手がもう、あー、たい焼きといえばとか言ってね、もういいんだよと、もう俺疲れちゃってるから、お前たちにうんざりだから、もうたい焼きの話とかもういいんだよって、俺サジ投げてんだから、お前らで勝手に話しとけってことで、俺はね、ああたい焼きも生やしたかもなーんっつって、振り向かなかったんですよね。はい、もう終わりだよっていうね、たい焼きか、生やしたかもなーうんねーって、もう俺ちょっとこうやって寝てる感じにしたんですよ、もう疲れたから寝るよみたいな。で2人で話盛り上がるかなと思ったら、
で、たい焼きとか流行ってませんでした、何々さんって。こいつ殺し屋かと思って、もう殺し屋の目に見えたよね、振り向いた時の目が、うん、起こしてまでするかっていう、うんうん、あ、俺も人がいいからね、うん、たい焼きにすれば流行ってましたね、流行ってました、僕たい焼き結構ね、まあ好きで、まあ流行りしたり関係なく結構好きなんでねって。あ、たい焼きでは好きなんですか、食べたことあんまないんでわかんないですねって言うんですよね。いや、もう意味わかんないんですよね、人のことを起こしてまでたい焼きの話振っといてね、人がもう、僕今お人よしですから、優しさで、あ、好きなんですかって言ったら、食べたことないんですって言うんですよね。パート1に引き続き藤井聡太もびっくりですよ、これ本当に。じゃあなんで起こしてくんだよっていう、うん、なんで起こしてくんだよっていう、そこまでしてしたかったたい焼きの話だったらお前せめて食っとけよっていうな、うん、尻尾だけでもいい、かじっててくれって思った俺、うん、本当に、はい。で、結局食ってないらしくて、で、食ってないんかいってことで、結局またそのもうねっつって、ああね、うんね、はい、うん、何がいいかな、何が副業いいかな、ねっ、ね、もうまた寝に入る感じだったんですよ、もう寝かしてくれと、うん、もううんざれたから寝かしてくれと、もうたい焼きとかたこ焼きとか、もう焼きそばとか、もうお好み焼きとか、もうもんじゃ焼きとか、なんでもいいんだっつって、もう寝かしてくれっす、俺を寝かしてくれっす、うん、ね、うん、で終わったと思ったんですよね、うん、そしたら今度話の振り手の方が、たい焼きアイスって知ってますって言うんですよ、お前らたい焼きそんな好きだったんだね、あ、じゃあたい焼きの話すればよかった、俺が悪かったよっつって、もう俺もまた起きて、たい焼きアイスなんかあんのって、知らないな私、スイーツ好きだけどたい焼きアイスは知らなかったっつって、それどんなのっつったら、いや口がパクッと入ってそこにアイスが入ってるんですっつって、そしたらいつもはそれやばくないですかって言って場を盛り上げるはずの、その聞き手の方がね、アイス、たい焼きの口がアイスが入ってるんですって、そのたい焼きの話の振り手が言ったら、普通笑うでしょ、笑うと思ったら、はぁそうなんですか、はぁ、ため息一つで話を終わらしたんですよ。意味わかんなくないですか？なんだこの不協和音っていうか、この空間は何なんだっていう。悪空の狂気ね。やばいよなこれと思って、もう俺ももう混乱ですよ、迷子。うん、遭難。うん、遭難ですよね。もう標高3000メーターぐらいで遭難してる気分でしたよ、もう。何なんだこの不況、もう何なのかもうこの居心地の悪さはっていう、急にもう本当に異次元に放り込まれた気分ですよね。急にいつも盛り上げるはずのやつが急にため息一つで話を終わらしたんですよ。散々人のことを起こしておいてですよ、食べたこともないたい焼きの話で起こしておいて、たい焼きのアイスの話になったら急にって終わらせたんですよ。何なんだよこいつと思って、そう、終わらせた、うわ話終わらせたと思った。じゃあ俺も寝ていいんだ、もう寝るよと思ってね、寝るね。かき氷とか流行ってませんでしたって言うんですよ、今度もうね、うんざりなんだよ流行り物の話はね。流行ってませんでしたっていう、それどうせ振りなんだろっていうね、でどれが反応するとどうせお前食ったことねえんだろっていう、分かってんだよ俺、分かってんだ俺はつって、ね、だけどもう俺本当にもう今34歳になってお人よしなんだよ俺、うん、ね、外の蛇口がね出しっぱなしになったら全然関係ない蛇口でも締めに行くんだよ俺はもう、ね、あれ踏みそうになったら避けるんだよ、それぐらいお人よしになっちゃったんだよ俺、うん、ね、エレベーターの中でティノダ君ボコった俺がだよ、めちゃくちゃお人よしになったらアリも潰せない男になったんだよ。だからもうかき氷も流行ってませんでしたってまた来て、どうせ食ったことねえんだろうなと思ったけど、あ、流行ってましたね、俺も結構好きで嫁さんと何回か食いましたよ、高いけど美味しいですよね、あ、私食べたことないんで分かんないですね、うん、だろうなって思ったよねもう驚かねえよこっちも、うん、もう食ったことねえものの話しかしねえんだなって思ったね、うん、食ったことあるものの話はこいつしねえんだなって、あ、食べたことない話しかしないんだなってね、分かったから、うん、明日から俺はもう完璧に乗りこなせるだろうね、何々さん、何々食べたことないですよねって、もうそれしか俺言わねえよもう、うん、食ったことねえんだろどうせお前はよっていう、多分怒り出しちゃうもん多分、
もう寝かしてくれないんだよ。ねえ、食べたことのないたい焼きだ、かき氷だ、なんかね、話して食べたことありませんっていう、それしか落ちねえんだから。何なんだよ、これっていう、本当に。で、結局俺、寝れなくてさ、休憩中1分も寝れなかったら、もう最後の5分だけでも目つぶって、それだけでもだいぶ変わりますからね。午後の仕事割と変わりますから、それすらさせてもらえなかったんだよ。食べたことのね、たい焼きの話とさ、食べたことのね、かき氷の話でさ、ね。5分も目つぶらしてくんなかったのよ。だからね、午後ね、僕付箋書かなきゃいけなかったんですよ。年月の付箋をちょっといろんな書類に貼らなきゃいけなかったんですけど、あまりの眠たさに、11連続俺同じ付箋書き間違えちゃったんですよ。令和3年7月8日ってそれだけですよ。それだけ書くのに令和3月あ違うあもう違うこれじゃない3月なんで令和3年って書くんだって。令和3年7月あ、間違えた、やべえ、集中しろ、やべえな、令和5年、違う、3年、やばい、これ眠くてもう無理だ、あいつらが寝かしてくんなかったから、もう、起きろ、やばい、これ付箋無駄にしちゃう、令和、かき氷、わー、もうスティールやってるうちに11連続書き間違えちゃったんですよ、本当に。もうびっくりするぐらい同じ付箋のあの山で、はあ、お前らな、お前らがな、逆線低くてな、コミュニケーション能力がな、低すぎるおかげでな、おい、俺が1分もな、目つぶれなかったおかげでな、11番も付箋無駄にしてんだよ、この野郎、おい。お前、付箋11枚無駄にしてな、なあ、付箋11枚作るためにな、何本の森林が伐採されてると思ってんだ。一本にも満たないだろう。なあ。だがな、その一本にも満たないだろうがな。たかが11枚、されど11枚なんだよ、付箋だって。ああ。だから頼むからな。明日はな、もっと面白い話してくれよっていうね。はい。ごめんなさい、この話、オチ考えてなかったんですよね。まあ、僕もまだ二流なんで、まあ、今、嫁さんが風呂入ってる間に急いで撮ろうと思って、まあ、今日話した内容だけ、このタピオカのくだりだけどうしても話したかったんで、オチ決める前に動画にしちゃったんですよね。はい。だから今、無理やり、ちょっとこの付箋と森林伐採の流れでいけるかなと思ったけど、いけなかったね。いけなかったね。停止ボタン、やめろ。お前いくらネクタイだからって、お前ダメだ。停止ボタンは。